ごめんね、呼び出しちゃって。お、鋭いね。そう、五木島沙織、私の友達。ううん、親友のことなんだ。沙織ね、いじめられてるみたいなの。前は彼女、私と同じラクロス部で活躍するすごい選手だったんだ。だけど去年、事故で怪我をして、部活を辞めることになっちゃったの。それからだよ、いじめが始まったのは。元部員の逆恨みかな。沙織の作った厳しい練習メニューが嫌で、数人の部員が辞めていったことがあったの。沙織はチームが強くなるために頑張っていたんだけどね。どうすればいじめや嫌がらせを止められるかな。私を避けてるの。でもそれで諦めちゃダメね。明日また話しかけてみる。話しかけて、それで解決になるの？ヒロミネさん、ごめんなさい。盗み聞きするつもりはなかったんだけど、つい。ああいいの、こちらこそ気づかなくて。お邪魔したわね。私、もう行くから。あの、さっき言ってたこと、ヒロミネさんは何か別の考えがあるの？よかったら教えてほしいの。先生に相談するとか、一緒にいるとか、そんなの意味ない。そういう遠回しな手段では五木島さんには届かないってこと。虐げられている人に必要なのは直接的に自分を助けてくれる手なの。磯の神さんはその手で彼女をいじめる子たちを殺す覚悟がある。殺す？待って、私はいじめを止めたいだけで、そんなこと沙織も望んでないよ。いいえ、それこそ彼女が望んでいること。誰も助けてくれない中、被害者が心の奥で望むことはただ一つ、加害者への復讐だけ。ヒロミネさん、ごめんなさい、部外者が言うことじゃなかったわ。あの、聞いてくれてありがとう。私、もう少し考えてみるね。
始めろ。人造魔人のデータを消耗。設計段階にはないデータを解析します。データ解析完了。目的のものと思われる痕跡を確認。破損部位の修復も完了しました。青髪、再起動。神の禁じたナホビノとなる力か。どこの誰がもたらした力か知れぬが、その技我らのために使ってもらうぞ兄弟。